探してんの。さあ取りに行こう。どこにある？さあ取りに行こう。どこにある？とりあえずさあ取りに行こう。ここさ、ここからちょびっとだけもらって。うん？もらってから、餌ちょびっとだけもらって。大人の目線と違うから、小さいポニーであっても迫力が結構あるね。あーむ、トゲトゲついた。タマを取りに行こう。タマ出てるの。タマ、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 来て。なんか私よりかは意識的にこう全体を見ようみたいな気がおるから、こういう風に見てるけど、まあ、カメラっていうのはあったかもしれないけど、結構こう見てるんやな、やっぱりって思って、子供の集中力の感じがすごいなんか伝わってきたというか。近くない？だんだんそれが広い視野になっていくっていうのが成長の過程なのかもしれない。周りも見える。周りも見える。たまたま写真撮る。たまたま写真撮る。たま。友達のように接すれば友達になるし、教えてほしいときは教えてくれるし、自分が求めた。馬にその行く時 の、 その子供たちが思ってる感情をそのままありのまま受け取ってくれて、それを出してくれるっていうか、子供が求めてる存在になってくれるみたいな感じになるかなっていうな。トドロの森は地域の小江っていう地域に住んでる渡辺さんっていうおじさんが管理してくださってて、で貸してくださってて、あの日やる場所とか、今日あのみんなが登った階段とかブランコとか上に行く道とか全部渡辺さんが切り開いて、私たち一切何もしないですけど、私たちは本当何ももうやってもらうばっかりなんだけど、その地域の人が元気になってくれてるなっていうのは感じていて。なんか都会と、自然という対比をされてて、で都会はあの便利で人の思い通りになりやすいけど、自然の中ってそもそも天気であるとか暑い寒いとかって思い通りにならへんやんか。そしたらもうそれを受け入れるしかない。ルナ乗る？じゃあ最初握手。キクちゃん乗る？なんか馬って思い通りになるようでならへんし、思い通りにならないところが探求とか、なんでこうなんやろとか、うまくいった時はなんで今日はうまくいったんやろみたいな。なぜ馬なのかっていうのはもうよく、これは職員のみんなともよく会話することで、答えがないんですけど、乗馬とナイフと、なんかこの2つって共通することあるよねみたいな。そのナイフって危ないじゃないですか。で乗馬も危ないじゃないですか。でもナイフもちゃんと使い方が分かって、ちゃんと練習をすれば安全に使えて、そして便利になって、ナイフがないとできないようなことができるじゃないですか。で馬も危ないけどやればやるほど安全になるっていう、なんかそういうこう
危ないからやらないっていう選択もできるんですけど、でも馬って実は関われば関わるほど、馬のことが分かれば分かるほど、どんどんと安全性も高まるし、できること、世界も広がるし、なんか本当にこう、なんていうんですかね、馬との対話が必須になってくるっていうか、そこがすごく馬にしかできないことやなって、思いますね。でかすぎない？ちょっと最近に私が切ろうか。大丈夫。また大丈夫。あ、すごい。乗りたい。今から出すみたいよ。タマサブロ乗りたい。いいよ。今からね、停戦場に出して。停戦場。手入れってした？乗りたい手が。違う音らしいんですよ。え、違うで？すいません。はい。私だよ。うん。走ら。その次はる日、その次です。馬が亡くなった時に、スタッフはもう結構手一杯で、でもそんな時に、あの時はちっちゃい子らがスタッフがいないからこそ、なんかみんなが僕らが馬房掃除やるんやみたいなんで、めっちゃなんかやってくれとったやん。ああいうのがなんか理屈なしになんかこっちが狙って教材用意してそんな場面にはならへんなと思うねんな、本当に馬いるだけで馬のためにとか、なんかべきじゃないけど責任感持ってやってくれるよね、そこの命プラスその森の幼稚園っていうのが、このパッカの何やろ、命の猫を育てるっていう歌ってるすごい根底のところなんかなっていうふうに思う。あっちこれやる。これめっちゃ硬い。その馬と子供たち、その毎日毎日馬と関わって、その先、卒園した後も戻ってこれるような場所。乗る楽しみも確かにあるんですけど、それ以外のなんかここ、馬と一緒に過ごすだって、一緒の空間に自分がいるとか、なんかトータルで馬と関わって一緒に過ごすっていうのが、なんかここでしかできないことなのかなと思っています。なんか馬はすごいやっぱりいいよっていうことが皆さんに知れたらいいなと思ってますし、私にとってこのハーモニーが居場所だったですよ。この家じゃなくて学校じゃなくて、もう一個なんか、なんだろう、家族でもない友達でもない、そういうしがらみのない場所で、すごくなんていうのかな、リフレッシュできる場所だったので、子供にとってもそういう場所があってもいいのかなって。皆さん、パカリンピック始まりは AAO。 頑張るぞ。 OK、 いきますよ。お口、大きいお口開けて、すごい、出発。馬かける何々っていうのがより進んでいくんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。で、僕たちはができることは馬かける教育っていう部分なんですけど、やっぱりこの活動の意味っていうのは、ずっと人とつながってられるっていう部分があるのかなっていうふうに思って、僕たちは
どんどん年も重ねていきますし、馬たちもどんどん入れ替わりがあるかもしれないけど、いつまでたってもここに、ここがみんなにとって帰るふるさとみたいな、そんな場所をずっと作っていきたいなっていうふうに、それが多分障害学習とか社会教育の意味なのかなっていうふうに僕は捉えてるんで、いろんな人が馬かけるなんとかっていうのができていくと、さらに社会全体が豊かになっていくんじゃないかなっていうふうに捉えています。ここはなんていうんですかね、馬を学ぶ場所ではなくて馬から学ぶ場所っていうような、そんな場かなというふうに思ってて、自分の中でこの前25周年があって、この先のちょっとこう展望で夢を語った時に、なんていうんですか、まあ、学校を作りたいなというふうには思ってます。それがどんな形になるのかわからないですけど、僕たちはこう馬の魅力をすごく感じてる人間なので、この馬の力を借りて子供が育つ、人が育つ、人がつながるような、そんな場になっていったらなというふうに思ってるんで、まずはそういった学校を作りたいなっていうのを、まあ、掲げて今はこの5年走りたいなと思っております。いきますよ、はい、チーズ、はい、OK です。